皆さんこんにちは。こんにちは。やっほー。やっほー。今日は1年越しの質問コーナーです。質問コーナー、1年ぶりに多分質問コーナー1回やったっきりなので、まあ1年経ったからさ、うん、ちょっと変わってるかもしれないじゃん。はい。っていうので、まあスタバ頼んだので、スタバを飲みながら質問コーナーしていきたいと思います。私はバニラクリームフラペチーノです。抹茶、ちなみに私今日カラコンつけてます。わー、うん、イエイ。いただきます。久しぶりでしたね。確かに今日、うん、めっちゃ久しぶり。出身地は鹿児島県です。趣味は、趣味別に特にないけど、ネットフリックスです。今行きたい場所は韓国。韓国です。ハモろうと思ったのに絶対狙ってくるなと思ったから避けました。特技は何？特技、もう特技いっぱいあるやん。運動神経がこうやってみたりさ。運動神経がいいな。初恋はいつ？小学校ぐらいかな、多分。理想のデートは？映画とかかな。今やりたいことは？やりたいことはいっぱいあるよ。英語とか、あとは、まあ、ギターとかも通いたい。それ絶対やりたいことじゃない。いや、やりたい、ギターさ。じゃあだから自分じゃできないから、自分でこう続けるっていうのができないから、だからちゃんと通いたい。もしペットを飼うならどんな動物？犬。チワワかポメラニアンかプードルかな。何月が好き？12月。冬だし誕生日だから。いいなと思った。集めているものはある？袋。しょっぱしょっぱ袋ってこと？普通のお店で買った服屋とかの袋。え、好きなの？集めてる。昔は好きだったけど、今はもうなんかいつか使う時のために集めてる。そう。子供の頃の夢は？子供の頃の夢、なんだろう、ケーキ屋さんとかかな、多分。やってみたいスポーツは？カーリング。え？楽しそうじゃん。体操とかかと思った。意外すぎたもん。最近笑ったことは？最近笑ったことはあったっけ？いっぱいあるでしょ、うん、TikTok の動画で。ダイエットしたことある？あります。何か資格を持ってる？持ってます。自分の性格を一言で表すと？天真爛漫。何？そういうなんか四字熟語みたいな言うのがめっちゃウケるんだけど。明るいとかじゃなくてさ。天真爛漫。ウケんだけど。理想の休日の過ごし方。理想の休日の過ごし方は家でゆっくり。ネットフリックス。映画を見たりとか。でも夏は家でゆっくり、冬とかだったら出かけてもいいけど。理想の暮らし方は？暮らし方？パス。NG。 NG とかじゃなくて、ちょっと質問の内容が。リラックスしたい時には何をする？音楽聴く。今までで一番面白かった本は？本は読みません。どんな部屋に住んでる？どんな部屋？ 1K に住んでます。今までで一番怖かった経験は？怖かった経験あんまないな。またちょっとこれもかぶるかも。行ってみたい国は？ハワイとかも行きたいな。あ、ハワイ高いよね今、うん、あとオーロラ見に行きたい私。うん、人生で一度でいいから。なんだっけあそこの国？分かんない。どこかわかんないけど、オーロラ見に行きたい。子供の頃に好きだったテレビ番組？あ、ロンドンハーツ。おお。今食べたいものは？どんな音楽が好き？K-POP、洋楽。ライブやフェスに行ったことある？あります。一番大切にしているものは？お金。今会いたい人はいる？安室ちゃん。大切にしている言葉は？考えたこともないな。あれ、有言実行。死ぬこと以外かすり傷。なんかそういう系じゃない？そういうのない私。ファッションに興味はある？ある。今気になっていることは？
なんかさ、今2025年にさ、7月になんかね、7月かわかんないけど、7月だった気がする。2025年になんか起きるみたいな、うんうん、そうそうそう、起きるっていうか、体からアメリカに行った方がいいみたいな。あ、そう、芸能人とかがみんな出ていくみたいな、そうそう、占いのあれが出ていく、そう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 、かなみたいな。今一番大切にしている時間は、睡眠。変だけど。今欲しいものはマネー。何の問題さ、だいたいお金で終わるんじゃない。なんでまだお金2回しか登場してないよ。え、欲しいものだ。欲しいものはマネーよ。今楽しみにしていることは、楽しみにしていることはボーナス、冬のボーナス。まだまだ金に絡めてくんな。人生で一番感動したことは、人生で一番感動したこと、スクラッチの500万が当たったっていう。お金やん。今日はもうすぐどん底に落ちされたけど、でも500万もんじゃなくて、あの時はもうなんか、もうなんかね、やばって、もう本当にえみたいな。でもその後も当たったじゃん。当たってないわ。100万の時も感動した。あの時はちょっと微妙だった。なんか、あの500万の時はめっちゃ感動したけど、100万の時はだって別に2人でやってなくて、お姉ちゃんがなんか持ってきたやつだったじゃん。だから別にそんな感動してないけど。ぜひ500万の動画ここに貼って、また見てない人は見てください。今までで一番面白かった映画は、映画か、結構私トワイライトが好きなんですよね。トワイライト。人生の中でヒーローは誰？ちょっと考えときます。今までで一番ひどい体験は、ひどい体験、500万当たって外れたって話じゃない。確かに500万当たって外れたっていう体験です。仕事や学校で面白かった出来事は、就職してさ、あんま、まだ間もない頃にさ、両替に行かされたのね。両替に行かされて、両替なんてしたことなかったから、ピピピって適当にやったら、お札と5個の1円の棒金ができてっていう話でした。感じで怒られた。今までで一番ラッキーだった出来事は、ビンゴのやつとかな、ビンゴして、でなんかその中からこう取って何等って書いてあるんだけど、自転車当てたのと、あとなんかその仕事のやつとかでミニゲームみたいなことして、表彰式みたいなやつで、でディズニーのペアチケットゲットしたり、そう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 、そういう運結構強いかも。自分の好きなところと嫌いなところ。あ、よく笑う。嫌いなところ。嫌いなところは結構飽き性。好きなカフェやレストランはある？ある。人生で感謝していることは、お母さん産んでくれてありがとう。これ見て喜ぶぞ。好きな乗り物は、ジェットコースター。いつか挑戦してみたいことは、英語。将来の人生設計は、30歳までには結婚。今は浅いですか？今27歳。あと3年です。はい、あと3年以内に私入籍します。最後、ミクにふさわしい質問です、うん、もしも1億円当たったら何をする？もしも1億円当たったら、1億円当たったら、まあ家族にちょっとずつ分配してあげるでしょ。ちなみにいくら？1億円でしょ、100万ぐらいかな。あ、何？100、100、100、とりあえず100。うん、もし何か困ったら、まあ連絡してきていいよ。100万あげて。いいよの眉毛がうざいんだけど。とりあえず100万ね、うん、でまあとりあえず旅行行って、うん、海外行ったりして、でまあ半分は貯金、うん、あと家買いたい。1億円じゃ足りないわ。じゃあ5億当てに行かないと。はい、50個。はい、お疲れ様でした。はい、次じゃあ選手交代。自分は S だと思う？ M だと思う？ Mかな、だそうです。じゃあ占いは信じる信じない？いいことだけ信じる。はい。
じゃあ恋愛は、では振る側、振られる側、振る側、アウトドア派、インドア派は、インドアかな。将来は結婚したい、したくない。まあできるのであれば。じゃあ将来子供は欲しい、欲しくない。欲しい。勘は鋭い、鋭くない。鋭いと思ってます。恋愛では追いかけられたい、追いかけたい。追いかけられたいかな。人と一緒にいるのが好き、一人が好き。人と一緒にいるのが好きでしょ。君は、まあ確かにそうかも。私誰かと離れるかもしれない。常にだってさ、連絡取っときたいタイプじゃん、お姉ちゃんって。結構誰かと話してきたいみたいな。私結構一人の時間がないと無理なタイプです。コミュニケーションは得意、苦手？苦手ではないと思う。恋人ができたら周りに言うはない？言う。自分に自信がある、ない？ある。年上好き、年下好き？年上。疲れるのは年上、年下？年上。大切なのは現在、未来？現在。過去の恋愛のことを思い出す、思い出さない？思い出さないことはないかも。なんかさ、このここは行ったなみたいなぐらい。親友はいる、いない？いる。ワンナイト、ラブの経験はある？ない。弱点はある、ない？怖いのが苦手とか、ホラー苦手とか。そうだよね、自分の弱点。そうだ、ホラー。一目惚れしたことはある、ない？いや、あんまないかも、一目惚れって。秘密にしておきたいことある、ない？ない。重視するのは内面、外見？外見ありきの内面だな。お金は大事、そうでもない？大事でしょ。そうでもない人っていいのかな。流行に敏感、無関心？無関心ではないかも。するなら海外旅行、国内旅行？あ、よ、海外。人に頼られるのが好き、頼るのが好き？頼りたいけど頼られる側なのかな。友達は少ない、多い？多分めっちゃ仲いい友達っていうのは本当少ないと思うけど、浅く深くみたいな感じです。これは許せないと思うことがある、ない？あります。浮気したことある、ない？ないです。浮気されたことある、ない？ないです。サプライズされるのが好き、苦手？まあサプライズは好きだよね。けど結構そういうのに気づいちゃうかもしれない。サプライズっていうのをしようとしてくれてるのに気づきやすい。こだわっていることはある、ない？あんまりこだわりないかも、何に関しても。ご飯はパン派？パン派。住むなら賃貸、持ち家？持ち家が欲しいです。忘れられる人がいる、あ、忘れられない人がいる、いない？忘れられる人がいる、やばい。忘れられない人、それ、え、これって恋愛なのかな、全部質問。別にいいんじゃない、誰でも。恋愛じゃなくても。じゃあ、います。誰？おばあちゃん。おばあちゃん、ね。目標がある、ない？あります。年内チャンネル登録者30万人。お願いします。皆さん、目標です。趣味は多い、少ない？少ないっていうか、趣味を思いつかないな、あんまないです。でも、あ、最近はあれだ、ちょっとホテルに泊まりに行きたい。いや、それってでも定期的に行かないといけないんだよ。え、だから定期的に趣味って。そうだよ、8月も予約したもん。違う、8月もとかで1ヶ月とかじゃなくて、もう結構しないといけない。できるよ。わかんないけど、できるよじゃない。ゴルフとかさ、ゴルフとか、なんか定期的にやるやつのことじゃない。保管室、趣味。保管室よ。保管室だ。まあ1回しかしてないけど。鼻くそついてるよ。ついてない、絶対。絶対言ってくる。ついてたんだって。絶対言ってくると思う。あ、いなくなった。ついてないもん、だって。ほら、さっき皮かな、皮を見てる時点で絶対そうやって言ってくるだろうなって。分かってました。運命を信じる、信じない？信じない。恋愛でトラブルになったことはある、ない？ないな。計画的に行動するのが好き、思いつきで行動するのが好き？思いつきですね。理想の家庭はある、ない？あります。なんかさ、じいちゃんとばあちゃんってさ、毎週日曜日は必ず一緒に出かけてたじゃん、ああいうのよくない？うん、って思うんだよね。
私。普通に大人になっても、てかうちらの年ぐらいになっても家族で旅行行きたい。あ、自分の家庭は築きたいかなって感じ。子供連れて毎回。確かに確かに。毎年旅行に、そうそうそう、旅行にこの日は行くよって言って一緒に。これはもう家族一応行事として。でもそんだけのさ、やっぱさ、お金もないといけないじゃん。そうだよ。だってさ、うちらさ、一回さ、あのディズニー来たじゃん、昔、うんうんうん、うちらが小学校ぐらいの時、うん、でもさ、今考えるとさ、5人で旅行するって考えたらさ、また30万かかるわけじゃん、飛行機からって考えたらすごいよなって思う、うん、私しかもさ、海外にさ、留学したじゃん、したのね、12歳ぐらいで。それも多分何百万ってかかってて、それを12歳の私に使う親がすごいなって本当にそれ思ってる毎回。すごくないか、100万とかさ、一銭がもならない黙れ黙れ私が、ね、ちょっとの英語ぐらい身につけて帰ってくればいい私が身につけた英語あはん一銭がもならん。それにさ、100万出してさ、100万出してさ、行きたいって言ったら行っておいでって言ってさ、そのお金を出すのがマジですごい。だって12歳よ、ほんとすごいと思う。信じているものはあるない？特にデートするならフォーマルなレストラン、カジュアルな居酒屋。カジュアルな居酒屋。好きなのは山、海。海。春が好き、秋が好き。秋。好きなのは肉、魚。肉。お金を使うのが好き、貯めるのが好き。貯めるのが好き。最後の質問です。住みたいのは都会、田舎。もう都会にさ10年ぐらい住んで、最近はなんか田舎いいなって思ってます。なんか田舎で、うん、その若いうちのさ10年は田舎より東京が良かった。ずっとやっぱキラキラしてるし、うん、遊ぶところもいっぱいあるし、うん、でももうやりたいこととかもいっぱいやって、じゃあこれからなんか子供生まれてとか結婚してって考えた時に田舎いいなって思う。じゃあ東京に住まないんだったら実家がいい。実家のあの辺に住みたい。あの辺に住みたいとは思わない。でもさっき言ってたよ、あのすぐうち仲間に入れて山で、まあ、秘密基地よかったじゃん。いやなんか子供としてはいいじゃん。だって子供ができたら喜ぶじゃん。あそこに住まわせたら。あそこだってもう小学校もなくなったじゃんあるよちゃんと違うところが。だから毎日送り迎えしなきゃ。あんなクソ田舎に大丈夫かもう山の人になっちゃうわお父さんは多分お姉ちゃんと住みたいと思ってる。思ってないよ。思ってるよ。だってお父さんミクロが好きだよ。いやいやいや思ってるよ。なんで？でもミクの方に来たらお父さん同時方にぶち込まれるぶち込まれるよ。やばラジオハムにネットフリックスって言ってた言ってたよねバカがってよねしかも老人ホームにさ、ネットフリックスつけてくれるって。それでよか、それでよかとか言いそうじゃないちょっと奮発して U-NEXT も入れてあげようかな解約してたからさ、最近だけど老人ホームにネットフリックスつけてあげるマジやばっていう感じで、私たちの質問コーナー今トータル100個答えました。1年ぶりの質問コーナーどうでしたか。はい、NG 私1個もしてないよ、うん、普通私もしてない NG。 そんな感じでちょっとまた1年後ぐらいにやります、うん、質問コーナー、うん、っていう感じで今日は終わりたいと思います、はい、最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。チャンネル登録お願いいたします。30万人いきたいのでお願いします